皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ひとしきり暴れてすっきりしたのだろうか。朝日新聞記者にかみついた後は急におとなしくなった蓮舫氏56。現在は充電中とのことだが、立憲民主党内ではこのまま引退するのではないかとの観測が広がっている。蓮舫氏に近い関係者は次の衆院選には出る気がなさそうとささやいているというのだ。 写真、物議を醸した共産党による蓮舫、抱きつき、戦略の証拠写真。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、凄まじすぎた、怒涛のレスバ都知事選で惨敗後、蓮舫氏が X で繰り広げた、レスバは熾烈を極めた。ターゲットになったのは、東国原秀吉や上沼恵美子、デーブ・スペクター氏といったテレビ界のご意見番ばかりでなく、 国民民主党幹事長の新馬和也や連合の吉野智子会長まで、全方位に、あなたには言われてなくない、黙らないわよと噛みつき続けた。共産党べったりなんて事実じゃん、とおよそ新聞記者とは思えぬ批判をしてきた朝日新聞政治部の紺野忍記者に対しては、謝罪、撤回した後も手を緩めなかった。終わらせません、弁護士と相談しているところです。 まさにプッツンである。政治部デスクはこう語る。選挙に負けた政治家の対応としてはやりすぎた感が否めません。政治家は批判されてなんぼの職業。剣道将来をキスならば、私の力不足だった、とも出すべきでした。人気タレントを敵に回したところで票は逃げていくだけです。ましてや連合会長に噛みつくなど、立民にとっても迷惑だったでしょう。 出ても勝ち目がない。だが本人が、もう選挙に出ないと腹をくくっているならば話は別だ。実際、今立民内では、このまま引退するのではとの観測が広がっているという。蓮舫氏に近い人たちが、次の衆院選にくら替え出馬するつもりはなさそう、と話しているのです。出ても勝ち目がないと本人が弱気になっていると、立民関係者。 蓮舫氏は排水の陣で参議院議員を辞して都知事選に打って出たわけではなかった。来る衆院選で区割り変更で新たにできた東京26区から出る構想があったといわれてきた。蓮舫氏の住まいのある目黒を含んでいる彼女の地元です。もし敗れても衆院議員になって選挙区を持てるのは決して悪い話ではなかった、どうだが、 蓋を開ければ石丸慎二氏にまで大差をつけられた惨敗。さらにレス場で評判を落とした今となっては、もはや勝ち目がない、というのである。そもそも東京26区には立民から追い出されて無所属になった松原仁氏が出馬表明しています。票は確実に割れてしまうし、今の劣勢ならば松原氏にも及ばないかもしれない、どう。ならば来年の参院選に出直すことは。 関係者はありえないと否定する次は蓮舫氏の子外議員と言われている塩村彩香氏が改選を迎えるからである立民は前回も前々回も2人出したものの1人しか当選していません不動票狙いの蓮舫氏と塩村氏を出したら共倒れするリスクがあるそもそも妹分を押しのけてまで返り咲きたいとは本人も考えないでしょうどうどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。